赤い靴、開いてた。女の子、美人さんに連れられて行っちゃったと。さっきのテイが所属しているのが中華マフィア、ハンピン・リューマンだ。そしてこっちがコリアンマフィア、つまり韓国の組織だな。もちろん日本のヤクザもいる。その名も横浜青龍会。この3つを総称して地元の人間は偉人さんって呼んでんだ。じゃあ横浜青龍会ってヤクザ、やっぱり近江連合の傘下なのか。バカ言え。青龍会は未だに一本独行を貫き通す筋金入りだ。じゃあ偉人町に近江連合は。近江連合どころか、偉人町には東条会さえ入ってきた試しはねえ。日中間によるこの鉄壁は肉の壁って言われるくらい頑丈だ。よその勢力は決して入ってこれねえ。肉の壁か、すげえ例え方だな。じゃあその3つが連携して町を守ってんのか。連携、そんなことしてねえさ。この3つはな、昔からバッチバチに睨み合ってんだ。え？じゃあ明日にでも戦争が起こったって不思議はないんじゃ。まあ冷戦状態だな。冷戦？何か少しでも摩擦が起こればいつ爆発してもおかしくねえ火薬庫みてえな状態ってことだ。なるほど。一番よ、いつ爆発するかもわかんねえ火薬庫に盗みに入る気になるか。冗談じゃねえよ。だろ。つまり冷戦状態である限り外部の組織は横浜に手を出さねえ。出したくたって出せねえ。一触即発だからこそ侵略者を防いできたってことか。でももし火薬庫に火がついて横浜の内部で戦争が起きちまうことだってあるんじゃねえのか。考えたくもねえな。あの3つの組織はそれぞれがマジで半端じゃねえ。それこそ核爆発くらいの衝撃が走るんじゃねえかな。でも随分長いこと戦争もしてねえんだよな。だったらもうそんな気もさらさらねえだろう。意外とその偉人さんの幹部ってのも冷戦にかこつけてのんびり構えてるんじゃね。それは違うな。3つのトップはそれぞれが最強を目指し合うことで冷戦が保たれてるってことを誰よりも知ってる。むしろ日々組織力を高めて成長を続けてるはずだ。火薬庫のデカさは増すばかりか。横浜の裏社会で生きるってのはそういうとこで生きる覚悟が必要ってことだ。なるほど。十分気をつけろってか。まあな。でも一番、お前はラッキーだったんじゃねえか。え？なんでだよ。お前は近江に寝返った親分から撃たれた。そして、まあ、誰に運ばれてきたかは知らねえが、この横浜に来た。でもここ横浜は関東で唯一近江の手垢がついてねえ場所だぞ。少なくともここにいれば安全なんだからよ。そこはラッキーだろうよ。ああ、でも俺は偉人町でのんびりしてていいのかな。じゃあさっさと出てけ。止めねえから。分かってるよ、すぐに出てくよ。何すんだよ。当分無理だ。無茶すりゃまた倒れるだけだぞ。口で言ってくれりゃ分かるっての。はあ、
なんだそれ。やばい、隠せ一番。え、ま、万札だ。あいつ万札持ってるぞ。万札だ。おい落ち着け。俺昨日この辺で万札落っことしたんだよな。何言ってんだよ、これは一番のもんだ。え、いや俺は万札なんて覚えがねえんだけど。ほら見ろ、やっぱ俺のだ。ほら返してやれ。いや久しぶりだなゆきちゃん、もう一生会えねえかと思ったぜ。今綺麗にしてやっからな、待ってろよ。なんだこれ。どうした。裏が真っ白、おもちゃの札じゃねえか。いや、ちょっと待て、こいつはおもちゃじゃねえ。表はどう見たってモノフォンの万札だ。それに透かしだって入ってる。え、おもちゃで透かしは入れねえやな。じゃあ裏はねえけど一応本物か。5000円分は使えるとか。アホ、ってことはつまりこれって偽札。偽札。お前どこでこれを手に入れたんだよ。違う、これは俺のじゃねえ。俺が落としたもんだって言ってたのは誰だ。俺が万札なんて持ってるはずねえだろ。持ってね、特に使ってるよ。分かってる、やめろ二人とも。お前のだろ。お前なんでこだも持ってんだ。こんな厄介なもの持ち込みやがって、いい迷惑だ。あのな、こいつをここに置いとくともっと厄介こと持ち込むぞ。こいつは追い出すべきだ。だから知らねえっての。偽札なんて全く覚えがねえよ。嘘つき。じゃあこれはどっから出てきたんだよ。待て、確かにこれは一番のポケットに入っていた。だがポケットには撃たれた穴が開いてるんだ。もし一番がもっと前から持ってたとしたら、万札にも銃弾の穴が開いてるはずだ。だがこいつは開いてねえ。撃たれて気を失った後自分で入れるなんてこともありえねえ。つまり撃たれた後誰かが一番のポケットにこいつを入れたんだ。誰が、何のために。わかんねえよそんなの。まあここに運んできたやつなのかな。でもそれが誰なのかもわかんねえんだよな。ああ、そもそもなんで俺がここに運ばれてきたのか、なんでそんな札があんのか、本当にわけがわからねえんだよ。嘘じゃねえよ。とにかく俺たちは警察が絡むような揉め事はごめんだ。そんなもんさっさと捨てて、もう騒ぎ起こすんじゃねえぞ。騒ぎにしたのは誰だ。村長に報告するぞ。難波さん、そりゃ勘弁して。で、分かった、約束する。騒ぎや揉め事には気をつけるから。やっぱ俺はここにいるべきじゃねえよ。だからって他に行くあてもねえだろ。だけどどこへ行ったってここよりはマシな気がするぜ。え？一日足を棒にして働いてこのざまだぜ。そもそも世の中にはよ、これっぽっちよかもらえる仕事っていっぱいあんだろ。あるだろうな。あるだろうなって、じゃあやろうぜ。どの当てがあんのか。どんないい仕事を紹介してくれる知り合いでもいるのか。え？いや、そうだ、ハローワークにでも行けなんかあんだろ。あのな、簡単に言うんじゃねえよ。みんな聞いてくれ。何する気だ。なあみんな、なんでこんな暮らししてんだ。
一度でもハローくらい言ったか。言ってねえって顔だな。あんたたち体力はあるじゃねえか。手先の器用なやつもいるし、料理がうまいやつだっている。なのになんで仕事を見つけようとしねえ。めんどくさがってんじゃねえよ。おいおい、トラブルと揉め事から逃げてこんなしょぼいぬるま湯みたいな暮らしを続けんのか。ここで一生終えてえのかよ。俺はごめんだぜ。一緒にハロワに行って仕事にありつこうぜ。どうしても行かれってんなら腕づくいい加減にしろ。みんなそれなりの理由があってここにいるってのを忘れたのか。なあ、ワケありってことだろ。覚えてるよ。でも多少のワケがあったってここに居続けるよりマシだろ。めんどくさがらなきゃ働けるところぐらいあるさ。前科持ちでも大丈夫だって。てめえ勝手に決めんじゃねえ。な、ここには前科者も確かにいるさ。でもほんの数人だ。ほとんどのやつは罪人なんかじゃねえ、うん、騙されて借金の保証人になっちまったやつ。家族のために頑張ったが期待に応えられず、その家族にも逃げられて途方に暮れちまったやつ。みんな心が折れて仕方なくここに流れ着いてきたんだ。お前心が折れちまった人間の気持ちが分かんのか。みんな家族や親兄弟もいて捜索願いも出てる。待ってる人間がいるって分かってんだ。そりゃそこに帰りてえさ。でも帰れねえよ。折れた気持ち引きずったまま帰れやしねえ。そんな奴らを無理やりハローワークに連れていくだ。そんなことしたら一発で居所がバレてまたどこかをさまようわなきゃなんねえんだぞ。働くのめんどくさがってるだと。みんなまともな仕事をやりてえよ。でもそういう仕事に就きたくてもそれができねえ事情があるんだ。だから遠回りでもここで頑張ってんだよ。すまねえ。てめえの価値観を押し付けんのはやめとき。まあでもよ、例外もいるぜ。え？一番の言うように前科者で面倒くせえことから逃げてるだけのやつも一人いるな。は？俺だよ。確か難波は元看護師だったよな。なんでホームレスに。んな話はどうでもいいんだよ。お前の演説には一理あんのも確かだ。よし、思い立ったら吉日だ。一緒に行ってみっか。ハローワーク。